何見とるだ。はい、こんにちは。ゆとりくんのモノマネをするタクです。これ一回言ってみたかったんですよね。本当に。もうね、面白すぎて。ゆとりくんって知ってます？皆さん。これね、もうね、知ってる人みんな、いいねしてほしいですけど、ゆとりくんっていうのが、婚活系 YouTuber にいるんですけど、始まりが 何見とるだとか言って言うんですよ。あれがもうキモくて、キモいんだけど、こう面白くて、ついつい見ちゃうんですよね。もうあれ本当にダメですよね。あれだって、始まり方で 反則ですよね、明らかに。なんかもう、例えばもう、なんだろう、こう、サッカーのね、ゲーム始まる前にね、こうなんか、フライングしてるような感じなんですよ、あれ。反則ですよね、明らかに。めっちゃ面白くて、あれ、ぜひ皆さん見てください。まあ見ない方がいいと思いますけど、見ても低評価ばっかりでね、炎上しかけてます。ルームシェアね、してる、シェアハウスか。シェアハウスしてるね、普通のね、女性をね、妻とか呼んでる変態系なんですけど、炎上しかけてるんですけど、あれ炎上商法でね、面白いこと言って狙ってるでしょうって感じはすごいしますね。で、まあね、ゆとりくんっていうのがね、ちょっと今日ちょっとゆとりくんの話になっちゃうんですけど、ほぼ毎日上げてるんですよ、なんかの動画を。で、しょうもない動画ばっかりなんだけど、始まり方が、その始まり方が多くて、本当にもう、キモいんだけど、ついつい見てしまう 人ですね。で、まあ、なんだろう、ゆとりくんって、まあ、ちょっと知らない人もいると思うんですけど、なんか、なんだ、28歳で、まあ、なんか、借金が、なんか600万あって、なんだろう、収入が300万しかないっていう、人なんですけど、まあね、その人がね、いっぱいね、婚活してね、なんだろう、アプリとかに騙されて、なんか、もう今まで何十万も使ったっていうね、話をしつこくしてます。まあ、なんだろうな。あるじゃないですか、アプリとかと、パーティーとかね。ああいうのね、本当ダメですよ。ダメっていうのはね、女性はただ同然なんで、遊びに来ちゃうんですよ、いっぱい。で、あとね、運営する側も、また来て、また来てっていっぱい営業するじゃないですか。で、まあ、500円だよとかね。500円でとか言って、まあ営業するわけだから、結局ね、大手って言ってもね、男性が高いお金払ってね、女性がね、安いお金でね、無駄にね、終わるっていうパーティーです。まあ、ああいうの意味ないですよ、みんな。早く気づいた方がいいです。ああいうのね、時間の無駄、お金の無駄ですね。あれね、はっきり言って、パーティーでも何でもないですよ。婚活でも何でもないですよ。ただのパーティーでね、人集めて儲けてるっていうだけなんで、全く意味ないです。まあね、僕の動画最近ちょっと若い人もね、見出したんで、まあそういうことをちょっと、言ってみようかなと思いました。まあね、最近僕これ始めてからね、ちょっと若い人増えてるかなっていう、気はします。なので、ぜひ、チャンネル登録といいねしてくださいね。で、今日ね、まあ特にネタないんだけど、そのゆとりくんの話をしたいなと思って。で、まあ、ちょっとね、前の動画でもやったんですけど、まあ、とりあえずこの人は変態ですね。妻とか呼んでて、もうね、すごい批判されてます。付き合ってないのに妻とか呼んでるんですよ。もうキモすぎでね、やばいです。で、まあ、なんだろう、エンジニアしてるのかな、ゆとりくんって。で、まあ、僕ね、基本的に嫌いな人はね、動画にしないんでね、俺的ゲーム速報の、俺的 FX のね、ジンさんも結構好きなんでね、動画にしてったりとか、あとすごい借金まみれのね、FX 男とかも結構ね、本当にこいつバカだよなとか思いながら結構好きなんでね、あれですよ、投資家としては好きじゃないですけど、人間としてはまあね、わからんでもないけどっていうところがあるから、ちょっとやってるんですけど、まあね、このゆとりくんもね、はっきり言ってまあ変態なんですよね。内容がめちゃくちゃで変態なんだけど、だけど、もうね、なんだろう、こう、なんだろう、
なんだろう、もう一回また見たくなっちゃうっていう、なんだろうな、これ難しいんですよね。なんだろう、もう一回また見たくなっちゃうっていう、変なね、心理があって、ちょっとあれなんですよね。何回も見ちゃうんですよね。チャンネル登録してないんだけど、見ちゃうっていう、もうなんだろう、やめられなくなっちゃうってやつですね。で、まあ、その、ゆとりくんもね、動画で言ってるんですけど、本当にアイパーティーとか行かない方がいいですね。時間とお金の無駄です。まあ、ゆとりくんね、それを今更気づくって、相当頭悪いですよね。なんで今更気づくのみたいな思っちゃうんですけど、まあ、女性は暇つぶしに来るし、ご飯が出るようなところはね、こう、ただ飯食いに来るんですよ。だから、まあ、行っても意味ないですね、正直。正直どころか全然意味がないですね。なので、皆さん、ああいうとこは行かない方がいいですね。で、まあ、アプリに関してなんですけど、まあ、ゆとりくんアプリの話しないんですよね。なんかね、パーティーがすごい好きらしくて、なんか東京のどっかのパーティーとかね、ゆとりくんパーティーの話ばっかりしかしません。なんでだろうな。だけどね、あんまりね、その具体的な話はないですね。だいたいなんか、総論みたいな感じ、まとめみたいな感じが多いんですけど、まあちょっと僕がね、アプリ使った時の話をね、ちょっとしようと思うんですけど、まあ基本的に大手とかいうとこいっぱいあるじゃないですか。大手がね、いいって結構ね、アフィリエイトしてる人は言うんですよ。アフィリエイトね。つまり広告収入を得ようとする人は言うんですけど、大手はね、大手っていうかどこも良くないですね。ただでね、アップロードしてる人もいっぱいいるんでね、全然ダメです。あと、女性がね、入れ食い状態なんで、このね、ちょっとね、不細工な女性でも結構男性が集まっちゃうんでね、結局、その確率的にはね、何百とかね、500とか600分の1とかになっちゃうんで、結構確率的に難しいですね。なので、アプリはお金使うだけ相当無駄ですね。あとね、なんかね、連絡とかもね、質問してもね、連絡が非常に悪かったりね、対応が非常に悪いですね、運営の。なので、まあ、僕は使う価値は非常に低いんじゃないかなっていうふうに、まあ、考えています。で、アプリね、基本的にね、デブでね、キモい人しかね、いいね返ってこないんでね、やめた方がいいですよ、ほんと。デブでキモい人しかいません。いや、これマジの話なんですよ。相当ね、もうなんか、デブでキモくてね、社会知らずの人しかいないんで、まあね、僕はまあ利用する価値ないなというふうに、思ってます。あとね、なんかね、無駄にね、いいねがね、10とか20しかないのにね、いいねしてもね、何も返ってこないと。で、まあ、3日とかね、数日単位で見てるような感じなんですけど、全然返ってこないね、変な人もいっぱいいます。まあね、数だけいっぱい登録されてる感じでね、全然活動してない人もいっぱいいるんでね、皆さん、騙されないようにね、まあ、注意しましょう。ということで、今日はね、ちょっとゆとりくんの話しながらね、最後に僕の自分の話もしたんですけど、まあ、ちょっと一緒にね、悩んでる人いたらね、まあ、頑張りましょう。じゃあ、最後に、チャンネル登録といいねと、よろしくお願いします。ありがとうございました。